はい、どうも、竹の子塾の大久保です。今回はですね、中学校の、数学ですね、2年生の1次関数でやる、動点ね、動く点と1次関数の問題ね、これちょっと苦手な人が多いのでね、ちょっとじっくりやっていきたいと思います。で、ちょっとね、問題を見ると、図の長方形 ABCD、これですね。で、点 P、これですね、点 P は動く点で、ね、A、ここを出発して、毎秒1センチ、1秒間に1センチの、ね、スピードで、A から B、ね、B から C、で C から D までね、B、C を通り D まで移動する。こう来て、ここまでね、来ますよと。で、点 P が A を出発して、X 秒後の三角形 PAD。三角形 PAD っていうのは結局、P とこのね、AD でこう3つ点を結ぶと、三角形ができますよね。で、その三角形の面積をね、Y 平方センチメートルとしますよとね。で、これまず、点 P が A から B、B から C、C から D ね、動くときにね、どういうことに気をつけないといけないかというと、この AB 上に点がね、P があるときと、この BC 上に点 P がね、あるときと、CD 上に点 P があるときで、ね、この三角形 PAB ね、の形がまず変わってきます、ね。で、ちょっとここにね、その3パターンを書いておきます。ね、辺 AD 上、ね、ここの上を P が通るときっていうのは、A からだんだんこのね、B にこの点が近づいてくるので、このできる三角形がこんな感じで、で、P がね、B に近づいていくほど、どんどんこのね、面積が大きくなっていきますよ。ね、で、今度はこの辺 BC 上ね、辺 BC 上をこの点 P が通るときっていうのは、底辺が AD で、ね、高さがこのね、DC もしくは AB のこのね、2センチで、で、するとこの P は、こうあって、P はこう動いていくんですけれども、なので、こう三角形の形は、こう変わっていくけど、底辺と高さがね、一定変わらないので、三角形の形は P が動くから変わっても、面積はね、これずっと同じですよっていう感じになります。この BC を動くときはね。で、最後、この CD を動くときね。CD を動くときはね、最初、ここにね、C に点 P があって、で、だんだんこう D に近づいていくとね。で、そうすると底辺が AD で、ね、高さがこの DP のところになるので、P がだんだん D に近づいていって、最後はね、0、ね、三角形がね、なくなって面積がね、0になるよ。だからだんだん面積がね、この状態ね、から、だん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 と小さくなっていって、なくなるよっていうのがこの CD 上で起こることですね。で、ちょっと一番の問題をちょっとそのことを頭に入れてね、見ていくと、点 P が、以下の辺上、だから AB 上、BC 上、CD 上ね、さっきまあここで言った通りですね、にあるときに、Y を X の式で表しなさいとね、で、さらに X の辺域も表しなさいっていうことで、とりあえずね、じゃこの一番目、ね、この AB 上に点 P があるときね、どういう風になるかっていうと、三角形の面積というのは底辺×高さ ×2 分の1なので、ね、この、PAD ですね、三角形 PAD の底辺と高さをとりあえず考えてみましょうとね、底辺はこの、そこのこの AD ですよね。底辺が AD ね。で、高さがこれですね、A と P を結んだこの AP ですよね。AP。まあ、かける2分の1とね。で、これをね、じゃあこの Y を X の式で表すからね、この面積をね、数字とか、このね、X 秒後のこの X を使って表さないといけないよとね。で、AD は何かというと、AD はもうこれ6センチだから、もう別に普通に、AD は6センチと。かける、今度は AP ですね。AP はね、どういうふうに表せばいいかというと、ね、AP のこの長さっていうのは、P っていうのは結局1秒間に1センチずつ進んでるので、ね、X 秒後だったら、X センチ進んでますよね。もし X がね、1だったらね、1秒で1センチ進むから、ここのところが1になるし、ね、つまり、X がもし2だったら、2ってもこの B に来てしまうんですけど、X が2だったらね、2秒後だったら、
ここの長さっていうのもね、もう2センチになるよっていうことなので、この AP っていうのは結局ね、X 秒後にこの AP の長さっていうのはね、X センチになってるはずなので、AP の長さっていうのは X で表されますよとね。で、かける2分の1とね。結局 6×X かけ2分の1だから、6×X かける2分の1で、これ約分されて、こう 3X とね、つまりこう面積ね、こう面積を Y とするときにね、Y イコール 3X ね、底辺かける高さかける2分の1すると 3X で表されますよってね。で、じゃあ X の辺域はね、どこからどこまでかっていうと、まず辺域っていうのはこのね、取り得る値、まず AB 乗 A の時ね、0ですよね。で、 A から B までだから、 B に来たら結局ね、ここ AB って2センチだから、2センチ来たらもう B に来るよね。で、結局1センチで1秒ずつ進むわけだから、2秒経ったらもうこの2センチに来るからね、 B のところに P が来てるってことはもうね、2秒経ってる、2センチに移動してるんでね。なんで、0から2までということですね。で、次がじゃあこの辺 BC 乗。辺 BC 乗はさっき言ったように、結局こうね、点 P がこんな感じで、ね、移動していくので、こう、三角形の形は変わるけど、面積は一定ですよっていうことで、じゃあこれね、三角形のまた面積元みたいなので、底辺と高さをね、考えていくと、底辺はまた AD。まあ高さは、まあ AB でも DC でもいいんですけど、じゃあちょっと DC。まあかける2分の1。ね。じゃあ AD は何かというと、AD はまた6センチ。で、DC は今度ね、こう2センチですよね。2センチ。まあ、かける2分の1ということなので、まあ、6×2×2分の1。で、ここ約分されるので、こう6とね。つまり、この BC 上をね、点 B が移動している間っていうのは、面積ずっとね、底辺と高さ 6×2×2分の1 でずっと面積これね6ですよということなので、ここはもうね Y イコール、まあ、6というのでずっとね6で一定してますよと。で、あとまあ辺域は、僕のね B に来てる時点でもう X が2になってて、で B から C まで行くのにね、これ6センチ、ね、6センチいりますよってことは、ここで常にね、2秒経っているよと。で、2秒経って6センチ行くのには、毎秒1センチだから、6センチ進むには6秒かかりますね。だから2秒、ここに来るのに2秒かかって、6秒かかって C まで行くから、2たす6で、ね、X の辺域は、ね、2から8になりますね。2秒でここからここに来る。で、6秒経って2たす6で8秒で C まで来ます。ね。で、最後、今度は CD 乗ですね。CD 乗は今度は P がだんだんね、C から D に近づいてくるので、だんだんこう三角形の面積が小さくなって、最後0になっていきますよ。ね。で、これがちょっとね、難しいパターンなんですね、この3番がね。で、また同じようにこの三角形の面積考えていくと、まあ、底辺はまた AD で、今度は高さがここですよね、 PD かける、まあ2分の1ね。で、この AD はさっきまでと同じで6センチなんですけど、この PD をね、どうやって表すかってね。まあ、この1で表したように、X を使って表すんですけれども、そこの PD をね、どう表すかが、X を使ってね、PD をどう表すかが難しいので、ちょっとですね、これを消して、まあ、どういうふうに表すかっていうのをね、簡単にちょっと、やっていくと、とですね、まず、このね、
PD を表したいので、この、ここのね、この A、B、C、D って、今こういう風にね、ここ、こんな感じでこう折れ曲がってるのを、こことここをピンとね、こういう風にちょっと伸ばした状態を考えてみます。そうすると、これっていうのは、伸ばすと、まあ、こんな感じ。A、B、C、D、まあ、ここのね、A と D をこう持ってきて、一直線にこれをすると、まあ、こんな感じになりますよ、ね。で、まずこの状態にして、そしたら、これ A から D までの長さってどんだけになるかというと、2センチ、6センチ、2センチだから、2たす6たす2だから、ここからここまでっていうのは、10センチかな。にまずなりますとね。で、この CD、C から D の間に P が動いてるので、まあ、この辺に、こう P が、今ね、いたとしますね。で、この PD ですね。この PD。ここの長さをなんとかうまく表したいよっていう時に、まあどうすればいいかというと、PD を表したい。で、A から D まで、ここの長さは全部で、2たす6たす2で10センチ。ね。で、あとは、じゃあ、ここですね。A から B、C って来て、この今、P が来てる、ここのとこまでですね。A から P は、今ね、こう何センチかっていうと、これも X 秒経ってるので、1秒間に1センチずつね、進んでるので、X 秒経ったら、A から B、B から C、で、C が今 D の途中まで来てるね。ここはね、X 秒経ってるから、ここからここまではトータルで、こう、X センチメートル経ってますよ、ね。だからこの A から D まで全部行くと、10センチ。その中の、今ね、ここまで来てる。X センチのところまでこう全体で来てる。ということは今度ね、PD を求めたいなら、この全体の10センチから今ここまで来てる X センチを引いてあげるといいので、PD は、こう、10-X センチメートル、ね、10-X センチメートルというふうに表すことができますよ。これがね、ちょっとね、考え方が難しいんですけど、だから、ここは、10-X センチメートルかける2分の1ということで、またこれをね、計算するといいんですけど、6×10-X かける2分の1、ね。で、これ2と6を先に約分するで、これ1、3、ね。で、3かける、ちょっとここに書くと、3かける、これね、10-X なんで、これをね、3を分配法則で、10と -X にかけると、30-3X ね。で、まあ、このね、1次関数の形でここに書きたいので、ちょっとね、30と -3X を書く順番をね、書き換えて、-3X プラス30ね。っていうふうになりますよ、ということなんで、ここは、-3X プラス30ね。そして、変域ね。変域は、8秒、ね、C のところで常に8秒すでに経っているので、8から行って、そして、2センチ行くのに2秒かかるから、8たす2で D に着くのが10秒ね。8から10までが変域になりますね。まあ、これがね、まあ、1番の、答えになりますね。だからちょっと、この CD 上行くときの、ここの PD ですね。この高さのこの PD を表すのがね、ここ全部の長さね、2たす6たす2、10センチから、今来てるここからここまでね、全部で X センチを引いて、10-X で、このね、PD の高さを表すっていうのが、ちょっとね、難しいところになります。はい。ではですね、ちょっと、2番と3番は、ちょっとね、この画面をね、画面をというか、ホワイトボードを切り替えてね、またやってみたいと思います。はい。ではですね、引き続き、2番、3番ね、一気にやっていきたいと思います。で、2番はですね、この1番で作ったね、まあ、この
状態、この状態でこの Y と X の式をね、グラフで表しなさいっていうことで、まあこの式をね、元にしてグラフ書いてもいいんですけど、それはちょっとね、大変なので、もっとね、簡単なやり方をね、考えてみます。で、どうすればいいかというと、まずこの A から B までね、A から B までって行った時にね、点 P が行った時にどういう風になったかというと、まず、0秒の時は面積もね、0ですよね。だから X が0の時は Y も0ですよ、とね。そして、結局2秒経ったらね、この B に行きますよ、とね。で2秒経って B に行ったら結局こんな感じの三角形ができて、これで底辺が6、高さが2、ね、かける2分の1だから面積は当然6になりますよね。だから結局2秒経ったら、ね、面積が6、ね、Y が6になるよと。でそしたらあとは、ね、0の時は0、 X が0の時は Y が0、ね、X が2の時はね、Y が6になるよっていうことなので、ここを、この2点を直線で、こんな感じで結んであげたら、これでこのね、辺 AB のところね、この Y イコール 3X で辺比が0から2までの、このね、グラフを書くことができたと。で、次はね、これずっと面積6ですよね。で、これ今6だから、6がずーっと続いて、まあ、どこまで続くかというと、X が2から8のところまでなので、2から8だから、ここかな。ここのところまでずっと、こう Y イコール6が続くよ。ね、これで、このね、Y イコール6で、辺域が2以上8以下、X の辺域が2以上8以下のグラフが書けましたよ。で、最後、これですね。まあ、これも、これを元にグラフ書くのはちょっと大変なんですけれども、結局、ね、これっていうのは、今度はね、C から D に点 P が行くときに、最初は、今度はまた同じように考えると、ここにね、点 P が、C に点 P がある状態なんで、面積は、こっちと同じで、ね、底辺かける高さかける2分の1で、6かけ2かけ2分の1なので、まだね、面積が最初6の状態です。で、最終的にね、この D まで来てね、X がこの10の時っていうのは、最終的にここからここになって、ただの直線になってしまって、ね、三角形もね、面積0になってしまうので、10秒の時にはね、X が10の時にはもう面積0になりますよ、と。で、今度はまたこことここを結んであげて、直線でこういう風に結んであげると、これがね、この、Y イコールマイナス 3X プラス30で X が8から10の、このグラフを書いたことになりますよ、ね。なんで、まあ、これを元にね、こう書いていってもいいんですけれども、特にこのね、細胞とかね、グラフだけで考えると大変なので、ね、まあ、ちょっとある程度ね、今みたいな感じで、分かってるところのね、点を取ってあげて、直線で結んであげると、すぐね、グラフが書けるよということでした。で、最後ですね。三角形 PAD の面積が 3平方センチメートルになるのは何秒後かっていう問題なんですけどね、PAD の面積っていうのは要するにこの Y ですよね。PAD の面積を Y とするっていうことだから、Y イコール3になるときの何秒は X で表されるので、Y イコール3になる時の X はいくつですかっていう問題で考えてもらってもいいですね。で、じゃあ、このグラフでね、Y が3になる時っていうのはどういう時か、ね。で、3はここですね。Y イコール3、ここで、これずーっとこう、点点点点点点と見ていくと、ね、Y が3、面積が3になるのは1つはここですよね。1つはここ。で、もう一つはこっち。つまり、この辺 AB 上を P がね、進んでる時と、辺 CD 上を、ここですね、を進んでる時の、このね、2回 Y が3になる時がありますよ、とね。なので、この AB のグラフは式に表すとこれ。CD のグラフを式に表すとこれ。ね。で、これが y イコール3の時のね、要は x を求めればいいので、それぞれ、
この式とこの式にね、y イコール3を代入して、そしてその時のね、ここの x、ここの x、ね、つまり何秒後かっていうのをね、求めてみたいと思います。y イコール3を、例えばこのカッコ1にね、y イコール3を代入したら、3イコール 3x ね。で、これ、右辺と左辺と入れ替えて、3x イコール3だから、x イコール1とね。つまり、一つはこれね、1秒後、ここですね。y が3になるのは、これ、x が1のと、ね。っていうのが一つ分かると。で、もう一つが、今度はこの式ね。この CD 上のここのとこの y が3になるときのね、この x の値を求めたいので、y イコール3をここにね、代入してみます。そうすると、3イコール、マイナス 3x プラス30。ね。で、ちょっと右辺と左辺と入れ替えて、マイナス 3x プラス30イコール3。で、この30を移項すると、3マイナス37、3マイナス30なんで、マイナス 3x イコールマイナス27。で、これ両辺をマイナス3で割ると、まあ、x イコール9なんで、この式ね、この CD 上行ってるとき、y イコール3をここに代入すると、x が9、つまり9秒後ですね。こっちの方は9秒後でね、面積がどん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 小さくなっていって3になるよ、3になるよというのがわかります。ね、いうことなんで、まあ、答えとしては、1秒後と、9秒後と、というのがね、答えになります。まあ、今回はね、以上になります。要するにね、この同点の問題っていうのは、この、要はこの角、角、角ってね、この曲がってるこの角度のところね、この角って曲がる角度のところで、作られるね、図形。まあ、今回の問題で言うと三角形の形が変わるので、そこのこの角のところですね、この角のところで、こう場合分けして、ね、その三角形の形が変わるところでね、場合分けして、考えると。いうことですね。で、特にちょっとね、難しいのがね、この、この問題で、辺 CD 上をこう言ってる時のね、この PD っていうこの高さね、高さをね、こう表し方がね、難しかったので、ね、ちょっとわかんなかったよって人はもう一回ね、そこの箇所ね、動画見直して、よくね、理解してもらうと、このね、同点の問題もね、だいぶ解けるようになるんじゃないかなと思います。はい。ではですね、今回ね、これで終わりたいと思います。まあ、他にもね、こういう解説動画とかね、語呂合わせ動画とか、リクエストあったらね、コメント欄にお願いします。あと、まあ、竹の子塾、Twitter、Instagram やってるので、まあ、そちらのね、フォローの方もお願いします。リンクは概要欄に貼っておきます。では、今回終わります。どうも、ありがとうございました。